江戸川サリバンのラジオは大。ああちょっとお腹すいたね。お腹はすいた。うん。まあでもさっきカツ丼食ったのはまだお腹空いてるんだ。そうだな。うん、今日はじゃあこの後何食べる？いいよ。はい。やろう。何ディベートだから。ディベートなんて YouTuber 的なやつじゃない、うん、普通のディベートが今入り口がそれっぽかったから、うん、今日の、今日の未来を決めるこの後ね、うん、え、萌えちゃん、いや今日昼打ち合わせしたんですよ、うん、昼はタイ料理でしたね。タイ料理食べたね、うん、美味しかったですよね、うん、萌えちゃんなんだっけ、トムヤムクンにフォーが入ってる、ああに青唐辛子と赤唐辛子をぶち込んだやつね。トムヤムラーメン。トムヤムラーメン。俺あれなんだっけ？ガパオライス。ガパオライスか。はいはい。まあで今日昼14時半ぐらいまで打ち合わせして、うん、で10時半ぐらいから俺ちょっと別の予定があったので、うん、出て、で俺今萌えちゃん家に来て、うん、で今ね大体ね夜の8時半ぐらいなんですけど、うんうん、でまあ今もう1時間前ぐらいか、うん、に萌えちゃん来てて、うん、その時点でカツ丼食った。あ、そうじゃん、まだ来て食った。だけど俺はもうお腹空いてる。やばいね。1時間半前ぐらいで。すごい。萌えちゃんそれ以来食ってないでしょ。うん、ちょっと食べた。ちょっと口に入れたけど。どういうペースで飯食う、うん、もう俺多分バグってるじゃん食欲。生活、あ、食欲。食欲も生活も、うんうんうん、俺めちゃくちゃ食欲あるじゃん。確かに。で、なんかやってると、うん、1日 1.5 日何も食べないとかあるよね、うんうん、ちょっとなんかガソリン方式というか記憶にないみたいな、なんかめちゃくちゃ体調悪いなみたいな、うんうん、思って、このなんだこれやばい、あ、なんか病気かも、病院行かなきゃと思って、うん、なんだと思って思い返すと飯食ってないことに気づいてあ、これ1日以上飯食ってないと思って、飯食いと急に頭が回りだして、うん、よっしゃってなるのを年に30回ぐらいやってる。もう本当に今の話総じて、うん、アホ。いやアホだよ本気で一回体調悪いことを考えるあたりがすごい、うん、てか、やってか、そうそう、だからそれこそだってお母さん過去にもあるわけでしょ。お母さんとか付き合ってることがあり、うんうんうん、やばい、俺やばい、マジ病気かもしんない、うん、ちょっと今から病院行くって、ちょっとだからちょっとごめんっつって、うん、病院でもちょっとご飯だけ食べるみたいになった時に、うん、あ、ご飯食べたい気づく、人まで巻き込んでる。ご飯食べてから行こうと思ったら治っちゃってそうそうそう、あ、ご飯食べてないからだった。いや本当に心配になるよ、うん、すごい、なんだろうね。でも食うときはそれこそ、うん、これであと毎日同じもの食って全然大丈夫、うん、それはなんか分からなくはないんだけど、うん、で1日3食ラーメンとか、うん、1日3食カツ丼とか、うんうん、1日3食うどんとか、うん、全然大丈夫。もし沖縄そばならいけるかもしれない沖縄そば毎日食える、あ、毎日食える、毎日3食食える、うんうん、まあ、好きなものだったらね、そういうのはできるかもしれない、ね、でもそれで言ったらもういいじゃん、それこそ、うん、トムヤムクンラーメンとか好きじゃん、うんうん、大好き。今日食べてたの大好き。あ、でも絶対好きでしょ、うん、カップラーメンあんまり食べないんだけど、あのトムヤムクン、カップラーメン、カップラーメン、そうそう、カップルームカップラーメンのね、うん、トムヤムクンとか好きでしょ、うん、あ、まあ、でそれはじゃなくてさ、今日のそれこそ昼飯食ったやつ、うん、もう一回食える、食べれる、昼、3食食える、3食もお腹が空けば食べれる。あ、そうだよね、うんうん、あ、それ は, そこはちょっと同じ感性だもん、1ポイント一緒だって。よし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 もう本当に萌えちゃんとの気が合わないから俺ら食のね食のねいや確かに、うん、だからこの後何食べるかでいうと俺はカツ丼でいいの、さっき、でもそれに関しては1時間前とかでやった、全然カツ丼、お腹空いてきた、カツ丼食べたい。へえ、却下ですね。トムヤム君、私多分カツ丼前回食べたの5年前とかなんだけど、それでそう本当に5年前とかなんだけど、5年前のことも覚えてないぐらい今、さすがに5年前ぐらいには食べてるでしょって思って言っただけで、はいはいはい、正確な活動覚えてない、うん、正確な活動別に嫌いとかじゃないんだけど、うんうん、覚えてないんだけど、うん、それでもちょっと
それじゃないな、カツ丼じゃない、うん、トムヤムクンラーメンはありだね。その場合タイ料理屋さんに同じじゃない、タイ料理屋も閉まったよ。、まあ、何食べようかな、うどん。あなたの辞書っていうか食べ物ボキャブラリー、ね、本当に俺と結婚する人申し訳ないと思う。いやもう絶対無理だね。あのご飯は好きよ、で美味しく食べるよ俺作られたものは。だけど本当にあの食の趣味の狭さ、うん、あと、うん、食への感性の低さ、うんうん、その経験値のなさ、うん、本当に失望すると思う俺と結婚した人。でも楽かもね。あーまあだから油物食わせとき喜ぶよ俺。何がいい、うどんって絶対。うわーうどんだ。俺やっぱ付き合ってる人の家に冷凍うどん埋めるもんね。結構埋めてきたもんね俺今まで。埋めてきたよ、満パンにしてきた冷凍うどんで、多分冷凍庫にうどん入れるの、うん、埋めるっていう。だってあれ5束とかのスーパーのやつ、うんうんうん、あれ10、2つ、3つ、4つ買ったらもう冷凍庫入んないんだけど、バーンって。じゃあ私の今家の冷凍庫に冷凍うどんが2袋入ってるのは暮らしやすい、うん、あもうあそれは住める。、うん、住まなくて大丈夫、別にあのご飯作んなくていいよって言っちゃう。そしたらいろんな調味料もあるしね、全然、うん、全然全然って、あの全然あのお礼のご飯とか作り置きしないで全然。うどんとめんつゆ、あのローソンのめんつゆあれば大丈夫と思う、うん、住むの NG です。なんかシェアハウスぐらいだったらできんじゃないかな。うん無理だな今のところね。厳しいかな、うん、厳しいかもしれない。え例えばじゃあそのでも今はじゃあ、うん、そのね食を共にする、うん、だ寝食を共にする設定だけど、うん、あのもっとシェアハウス、うん、部屋が分かれてでまあとはいえ、まあ、一応2人、うんうん、で冷蔵庫とか共有、うん、で好きな感じ、うんうん、そうね、まあそうしたら私も好きにさせてもらいますわって感じで、はいはいはい、あのはるかは整理整頓は苦手な方じゃないから、はいはい、綺麗だよ、うん、物はお掃除というか片付けとかもちゃんと時が来たらするし、うんうんうん、冷蔵庫とかをなんかこうぐしゃぐしゃしない、ぐしゃぐしゃとかは使わないんじゃないかっていう意味で、うん、あの OK なんだけど、はいはいはい、なんかこう食べたいって思ってた食材とかをバッて使われてることとかはありそう。偏見じゃん。はるかへの偏見。あま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 あでもさすがに最初3ヶ月は大丈夫だそれ。それね、だいたいその真面目なちゃんと真面目な人が、うん、あの怒る現象なんだけど、勝手に食材あやっぱ勝手にプリン食べられたってダメなの。うん、やっぱり楽しみっていうあるからね。あちなみに私個人的には別に買えばいいじゃんって思ったからすぐ許すんだけど、はいはいはい、逆になんか例えば豚肉とかの生肉とか使われてたら、うん、その日のもあのプランがもう一回スーパーに行かないといけないっていうのがあるから、うん、デザートはあっとじゃん、あまあ、追加の、まあまあそのね、プラス要素だね、うん、だからもう全然許せると思うんだけど、人間って難しいよね。俺あの何食われても気づかない、てかあの、はい、うどん減ってても俺気づかなくて、あの許すとか以前にそう気づかない、執着なくてマジ食べ物に、うんうんうん、本当だから本当もう一回結婚する人も申し訳ない、うん、俺と付き合ったり、うん、結婚する人には本当にいつも謝りたいけど、うん、でも謝る気持ちをなんかこれをわざわざ言ってもってやっぱ思うから言わないんだけど、まあまあできないっていう選択肢もあるからそう、うどん気づかないことで、うそうねそうね。ちょっと食のボキャブラリーは増やしていきましょう、うん、この後の飯は何する？あそれだった問題、うん、じゃあファミリーレストラン、あうどん食べれる、うんかもしれない、カツ丼ある、あるかもしれない、ロイホーカツ丼ある、うんあると思う、よし行きましょう。